皆さんこんにちは、じいさんじゃ。そしてじいまんだ。おい、サイエンティスト、よっから挨拶をすると言っただろうか、たわけが。申し訳ございません、じいさん様。誰がじいさんだ。お前と一緒にするな、よはじいまんだぞ。ひえー、お許しを。のっけからやってしまったの。それにしてもカメラマンどもめ、厄介だ、実に厄介だ。タイタンどもが復活してこのアジトに向かってきてるんじゃからの。厄介なのはアップグレードタイタンスピーカーマンとアップグレードタイタンカメラマンだけではない。アップグレードタイタンテレビマン、奴を止めなければ危ういぞ。味方に自身のエネルギーを分け与えることもできるし、戦闘力も高い。こいつ一体に何体のスキビディトイレをやられたことか。そんなことは分かっているグリッチよ。どうにかして3体のタイタンを止めなければの。サイエンティスト、お前が開発したシールドロケットランチャースキビディトイレとアジットランチャースキビディトイレ、あやつら全く使えないではないか。タイタンたちを止めることができるのではなかったのか。アシッドキャノンをアップグレードタイタンカメラマンに与えおって、これでは敵に死を送っているのも当然だ。お待ちください、ジーマン様。シールドロケットランチャースキビディトイレはまだアップグレードの余地があります。私に今一度チャンスを。黙れ、サイエンティスト。余は少々お前に頼りすぎた。トイレネクロマンサー、アストロトイレたちはどうなった。ジーマン様、ご報告が遅くなり申し訳ございません。いやー、聞いてくださいよ。僕たちも必死に奴らを追ったんですよ。でもさ、あいつら強力なワープ能力があるからさ、追い詰めたと思ったらすぐにワープしちゃうんだよね。ふっ、お前たちも幽霊なのだからな、消えることぐらいできるだろ。ジーマン様、消えるのはワープとは少し違うんですよ。とにかく奴らは何か企んでいるのに違いありません。奴らは反旗を翻したも同然、裏切り者です。ジーマン様、奴らの抹殺知恵をお出しください。そうだな、奴らの無礼をたびたび見逃してきたが、もうこれが限界だ。皆の者、奴らが何かを企んでいる今、タイタン殿に集中するためにも、お前たち全員でアストロトリアたちを始末してこい。奴らはもう必要ない。かしこまりました。汚名返上のチャンス、行ってまいります。サイエンティストの旦那、張り切ってるな。俺たちも行くぞ。よし、行ったか。タイタンたちを葬るためにも少しでも戦力が欲しいところだが、奴らは世を愚弄しすぎたんだ。当然ですよ、Gマンスキビディトイレ。あなたは無能です。無能なリーダーについていけるわけがないでしょ。ついにこの時がやってきたな、ジーマン。お前の側近どもはもういねえ。おとなしく俺らに破壊されな。なるほどな、読んでいたぞ、お前たち。世を一人になったところを襲撃してくるとは、卑怯者どもめが。何を言ってるんですか。これも作戦ですよ、あなたに完璧に勝つためのね。アストロトイレ、俺が奴を拘束する。この万引きでな、その隙にお前はビームを放つんだ。こらこら、作戦を言ってしまってはダメですよ。お前たちこそ無能だ。世がいつ本物だと言った。お前たちも知っているだろう、Gクローンの存在を。お前が今対峙している世はクローンかもしれぬぞ。確かにな。アストロトイレ、どうする。構いませんよ、クローンでも何でも全部破壊すればいいんです。確かにそうだな。幹部どもが帰ってこないうちにジーマンを粉々にしてやるぜ、この万力でな。お前たちだったみたいに何ができる。このジーマンスキビディトイレ様にかなうわけがないだろうが。アストロトイレ2体。そんな戦力でこの世が破れると思ったか。アストロトイレ、ディテイナーアストロトイレ、世がじっくりと料理してやろう。おっと、ディテイナーアストロトイレ、お前はそんなものか。このまま潰してやる。アストロトイレもどこかに逃げてしまったようだな。本当に大したことのない奴らだ。時間を無駄にした。ジーマンスキビディトイレ 4.0、 まさかこれほどとは。距離を取って正解ですね。まあこうなることは予想していましたが、覚えていなさい、ジーマン。私たちは私たちのやり方でこの世界を支配します。少しは楽しめたな。
たまには運動しないとなまってしょうがない。しかし厄介な奴だ、アストロトイレ。実力は正直そうでもないが、奴にはまだ計画があると言っていたな。一応注意しておくか。だがしかし、この世界を牛耳るのはこのジーマンスキビディトイレ率いるスキビディトイレたちだ。何度でも来いアストロトイレども、余が返り討ちにしてくれるわ。ふぅ、やはり今の私たちでは無謀だったようですね。くそ、ジーマンの野郎、この俺様を潰しやがって。俺がこの万力でジーマンの頭を掴む予定だったのによ。 4.0 ユニットを装着したジーマンスキビディトイレに今の私たちが勝てる勝率は正直低いでしょう。私に考えがあります、ディテイナーアストロトイレ。ああ、リベンジマッチに行くか。次は絶対に勝ってやる。本当に私の話を聞いていたんですか？今の私たちでは無理です。じゃあどうしろって言うんだ。ジーマンのタンクに毒でも入れるか。まあそれもいいですが、ディテイナーアストロトイレ、私があなたをアップグレードしてご覧に見せましょう。アップグレードだ？そんなことお前できんのかよ。サイエンティストに俺たちを改造させるか？いいえ、私があなたを改造します。パーツはすでに揃っていますので問題なくアップグレードできるでしょう。へへ、そうかい。じゃあアップグレードしてもらおうか。アストロトイレ、この万力をさらに強化してくれ。今度こそジーマンの頭を砕くためにな。承知しました。とびっきりいい万力をあなたにプレゼントしましょう。さあ改造に取り掛かりますよ。私が華麗にアップグレードしてご覧に見せましょう。それではエネルギーバインダーを新たに装着したエントラッパーアストロトイレを作っていきますよ。さあまずはアストロトイレの要、ワープ装置と便器を作っていきましょう。そして巨大なアームにエネルギーバインダーと万力を装着し攻撃力を高めます。これでタイタンどものエネルギー兵器は無効化できます。さあそして3本目のアームを装着。次は顔を作ってヘルメットをかぶせたらいよいよ完成です。エントラッパーアストロトイレコンプリート。エントラッパーアストロトイレ、その辺を歩いているスキビディトイレとカメラマンを倒してください。すごい威力ですね。素晴らしい。いいですよ、カメラマンが天空に舞ってバラバラになりました。すさまじい破壊力です。ここはどこだ、俺は一体。成功したようですね、ディテイナー。いや違いましたね、今のあなたはエントラッパーアストロトイレです。オーダー通り万力をさらにアップグレードしましたよ。エネルギーバインダーによってエネルギーを吸収、相手に打ち返すことができます。それが3本のアーム全てに搭載されていますからね。このエントラッパーアストロトイレにビーム兵器は効かないでしょう。そして何より、私が改造したかったのは万力なんかではありません。ディテイナーアストロトイレ、奴は愚かでバカだった。アストロトイレ、ジーマン早く倒しに行こうぜ。俺たちならやれるはずだ。何回も言っているでしょ、私たちでは勝てませんよ。そんなことねえって。なあ早く行こうぜアストロトイレ。私は嫌気がさしていたんです。一番改造したかったのはディテイナーアストロトイレの愚かさです。奴の記憶を抹消し新しく生まれ変わらせました。もはやディテイナーアストロトイレはいません。ここにいるのは最強のアストロトイレ、エントラッパーアストロトイレと作詞アストロトイレです。アストロトイレ、自分のことは思い出せないがお前についての記憶はあるようだ。お前が俺をアップグレードしてくれたようだが礼を言うぞ。とんでもありません、あなたと私で天下を取りますよ。私に恩を感じているのならば一つ頼みがあるんです。エントラッパーアストロトイレ、あなたの力でタイタンどもをひねり潰してください。タイタン、ふん、わかった。俺一体で倒せる相手なのか？問題ありません、あなたはとてつもなく強い。そしてピンチになったら逃げればいいんです、得意のワープ機能を使ってね。さあテストも兼ねています、あなたの実力を試してきてください。エントラッパーアストロトイレ。承知した、それでは行ってくる。
恐ろしいぐらいに計画通り。今に見ていなさいタイタンども、あなたたちから受けた屈辱は倍にして返してやりますよ、ジーマンも含めてね。よくも部下のスキビディトイレを粉々にしてくれたな、お前たち。生きて帰れると思うなよ。皆さん、留意してください。ついに大将が出てきましたね。クラスタースコーピオンスキビディトイレ。奴さえ倒せば、この辺りは制圧者も同然です。よよ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 よ、奴を蜂の巣にしてやるんだよ。おい、出ろ。よし、頑張ってあいつを倒すぞ。アップグレードタイタンテレビマンがいようが、お前たちはこのクラスタースコーピオンスキビディトイレ型を、くそー。皆さん、よくやりました。この辺りは制圧完了ですね。さあ、合流ポイントに移動しましょう。先に行ってますわよ、アップグレードタイタンテレビマン。後片付けが済んだら、あなたもすぐに来てくださいね。お前がアップグレードタイタンテレビマンか。お前に会えて光栄だ。おい、いや。俺の名前はエントラファーストのトリ。お前たちタイタンは皆、この俺に滅ぼされる。ふふふふ。おい、いや。何を言ってるかわからん。聞いたぞ。お前がタイタンの中で一番強いんだってな。アップグレードタイタンテレビマン、悪く思うなよ。大したことないな。こいつが本当に最強のタイタンなのか。やはり大したことがないな。まあ無理もない。奴は自身のエネルギーを他の奴らに与えることができるらしい。自分のエネルギーがもうなかったのかもしれんな。次は本気で戦うぞ、アップグレードタイタンテレビマン。他のタイタンにも伝えておけ。俺が全てのタイタンを倒すとな。おう、アップグレードタイタンテレビマン、どうした？なんですって？未知のアストロテイルに襲撃された？まさか負けてしまったんですか？マジかよ、お前が負けるなんて信じらんねえ。わかった、とにかく他のタイタンに伝えておく。お前はゆっくり休め、いいな。そう、信じらんねえな。未知のアストロトイレが現れてアップグレードタイタンテレビマンがやられちまっただって。くそー、スキビディトイレだけでも忙しいのにアストロトイレがスキビディトイレたちを裏切って、いやー、なんだ、三つどもえ四つどもえ、もうとにかく敵が多いな。皆さん、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ピリーがピクピクしてやがる。なんだこのアストロトイレは。さあ、今日も最後にじゃんけん T レックスやっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん何が出てくる。出てきたのはレッドロック。いやー、これグーだけれども、うわすげーな、一瞬で倒しちゃったじゃん。じゃんけん T レックスやば。エントラッパーアストロトイレっていうのか。いや、ちょっとかっこいいな。